それじゃあ皆さんね、2学期の終業式の時に新しい1月になったらできる挨拶があるんだよって鈴木先生お話ししたの覚えてます？あげますよ。おめでとうございます。素晴らしいですね、皆さんね。そうですね、あけましておめでとうございますって挨拶するんですよね。ね、じゃあみんなでその挨拶をしたいと思います。ね、じゃあみんなで最初だから、じゃあみんなで立ってご挨拶してみようか。ね、立てるかな？こうやってピッて、いい姿勢で。ね、じゃあみんなであけましておめでとうございますってご挨拶しましょう。ね、はい、3、はい。あけましておめでとうございます。上手。素晴らしかったです。はい、じゃあもう一回お座りしてください。はい、それじゃあね、長い冬休みがね、終わって、今日から3学期が始まります。ね、なんだかちょこっと冬休みに会ってなかっただけなのに、すごい皆さん、お兄さんお姉さんのように素晴らしく成長しているように見えます。ほら、年長さんももう全員鈴木先生のお顔をしっかり見てお話を上手に聞いてます。ね、ほら、年中さんも素晴らしい、おしゃべりしている人誰もいません。そして年少さんもなんてお座りが上手なんでしょう。姿勢がピシッとして素晴らしいですね。つぼみさんもね、ホールまで来れてね、大丸です。冬休みの間に皆さんとってもお兄さんお姉さんになったように見えます。そしてほら、後ろに座っている先生方、あ、今日はホールに園長先生もいらっしゃって嬉しいね。みんな先生たち、みんなの元気なお顔と今日会えるのをね、ずっと楽しみにしてたから、先生たちも今日嬉しくて嬉しくて嬉しくて、誰もニコニコの笑顔です。見てください。ほら、怒ってる先生いるかな？いないね。ね、今日はとってもみんなに会えて本当に嬉しいですね。さあ、それじゃあ皆さん冬休みはね、元気でしたか？元気ね。クリスマスお家でもやりましたか？やりましたね。パーティーもやったね。すごい楽しそう。それからお正月も来ましたね。お正月にはあけましておめでとうございますってたくさんご挨拶できましたか？すごーいね。冬休みになる前に鈴木先生も皆さんに3つの宿題を出したんですが、覚えている人？はい、1つは早起きもそうだけどね。そうだ、そうそう、それもあるけど、そう、挨拶ですね。挨拶をね、親戚の人が来たり、それからおじいちゃんおばあちゃんに会ったりした時に挨拶を、魔法のね、挨拶をしてくださいって言いました。できた人、できた、できたかな。はい、それからほら、お正月にお客さんが来た時にこういう袋に入っていて、はいどうぞってくれるのありますよね。なんて言うんだろう。そう、お年玉もらった人。
でもらったときに何て言いましたか？そうですね、ありがとうってたくさん言えた人、すごいね。鈴木先生の宿題がいっぱいできたなって思う人、あれなんかちょっと声が小さくなっちゃったけど、はいね、まだまだ魔法使いの修行中ですからね、これからもどんどん冬休みだけじゃなくってそれを続けていってくださいね。はい、じゃあ3学期はいよいよね、もうね、3学期の3月で年長さんは幼稚園をどうなるの？卒園ですね。卒園したらどこに行くのかな？そうですね、もう小学生になります。年長さん、もう魔法使いの修行もね、もう立派に全部できるようになって、小学校に行ったら、うわー、友部幼稚園から来たお友達ってすごい、ご挨拶も上手でありがとうもたくさん言って、どんな修行してきたんですかって学校の先生に褒められちゃうぐらい、3学期頑張ってやっていってくださいね。そして年中さんは、今度年中さんからどこになるんでしょう？年長さんでね、幼稚園では一番大きい学年になりますね、年中さんね。ね、そして年少さんは3月が終わったら今度どこになるのかな？年中さんになりますね。つぼみさんも年少さんになります。一つ大きな学年になるためにね、この3学期はね、最後の学年の思い出作りですね。また3学期も楽しいことがたくさんありますね。3学期はどんなことがあるかな？そうですね、すごい、年少さんのお友達ね、お遊戯会あるんです。みんなもう曲も決まってね、練習になりますよね。お遊戯会、最後のね、大きな行事ですから、皆さん頑張ってやっていってくださいね。3学期はもう本当に最後の総仕上げの楽器ですのでね、風邪をひかないよう元気でね、そして次の学年になるようにね、頑張ってやっていってくださいね。はい、はい、では鈴木先生からのお話は以上です。ありがとうございました。